1年半ぶりです。お願いします。それでは1曲目、ちょっと待ちますか。これはですね、パラモアっていう、うん、この印伝はいつまで続くんでしょうか。これ一択の僕の誕生日にオーストラリアドルで買ってくれたんです。てなわけで2曲目いきます。ミザリービジネスです。
生の3月にあった1年生ライブに見に来てたゆういちさんとゴブリンさんを私がもうめっちゃ怖いなと思いながら誘ったっていう。なんか笑われたらどうしようって。いや私ちょっとやりたいのあるんですよって誘ったのが最初で、そっからじゃあとりあえずあとエモいギタリストを2人連れてこめちゃうっていう話になって今があります。さっき1年半ぶりって言ったんですけど、結構現役、私が現役の頃はすごい出させてもらってて、すごくジョイントとかも出させてもらってて、結構私が一番最初に先輩の優しさに包まれたバンドですこれは。いろいろわがままも聞いてもらい、で、あとまあ最後卒業ライブでこれ最後なんですけど、またこうやって出れてよかったです。ありがとうございます。初めて後輩の優しさに包まれて。そう、なんかゴブリンさん、これ私が最初らしいですよ、一緒に後輩と組んだバイトが。今ではもうめっちゃ楽になってきた。けど曲がやります。現役の時にやってなかった曲です。